こんにちは。質問コーナーをやっていきたいと思います。本当にゆるゆるなんで、だらだらゆるゆるしながら見てください。1問目、自己紹介してください。2003年6月3日生まれ、今年20歳の京香です。よろしくお願いします。 MBTI 何ですか？ MBTI はもう生粋の INFP です。何回やっても、何回診断しても絶対に INFP から逃れられない。パーソナルカラー何ですか？私はこれプロ診断行った結果なんですけど、ブルベナッツです。めっちゃ私黄肌ブルベなんですよね。もう見たらわかると思うんですけど、めっちゃ黄色いんですよ肌。だから毎回あのブルベナッツですって言うと、家辺のくせにブルナとか、黄色いくせにブルベブルナって言われるんですけど、パーソナルカラーって似合う色のことらしくて、肌の色のことじゃないらしくて、だから私はブルベナッツの色味が似合う黄色人種です。次は身長体重教えてほしいです。身長が160センチです。で、体重はあんま言ってなかったと思うんですけど、46キロです、今は。で、5キロ痩せたって最近言ってたと思うんですけど、去年は47キロを維持してたんですけど、今年なんかストレスとかでめっちゃ爆食しちゃうことが多くて、51キロだったんですね、痩せる前が。で、今年のマックスは52キロでした。で、マックスからやばいと思って1キロ戻したけど、51キロからずっと減らなくて、8月の後半にガチで痩せようと思って46キロまで落としました。で、今キープしてます。次、韓国語喋ってみてほしい。ちょっとこれ本当にほぼ独学なんで、発音がマジで曖昧だと思うんですよ。だから韓国語喋れる人からしたら、この程度で喋れるとか言うなって思われるかもしれないんですけど、まあじゃあ自己紹介してみます。恥ずかしい。にゃんせよ、チェイルブン、今日からがみだ。何言おうかな。저는 2003년생 20살입니다. 체키는 160cm, 몸무게는 46kg입니다. 입니다の発音が納得いかないんですけど、自分で今。何を。체취미는먹는거입니다。특히는댄스랑디자인입니다。あと何もないかな、もう言うことサルプタテレミだ。マイブーム、マイブームはその日によって曲に合わせてコンセプト決めて、服とかメイクとか髪型を決めるのがめっちゃマイブームです。例えばちょっと今日可愛らしいあざとめな女の子になりたいなって時は、愛子さんのストローとか聞いて、いつものこういうピンクメイクじゃなくてちょっとほっぺ赤くしたりとか、あとなんかもうめっちゃ可愛い感じでいこうって思ってる時は、カラさんのプリティガール If you wanna pretty ってやつを聞いて、なんかもうめっちゃカラフルな服着たりとか、今日はちなみに Perfume さんのシークレットシークレットとかマジックオブラブとか聞きながら準備してました。ナチュラルに恋してとか、なんかその清涼感ある曲聴いてたら水色着たくなって、めっちゃピンクメイクにしたくなったんですよ。だからめっちゃピンクメイクです、今日は。あと最近は撮影してもらうことが今一番楽しくて、痩せたのもあって、本当に5キロ痩せる前は人に撮影されるのめっちゃ嫌で、もう漏れなくて、本当にお米だしもこいであるし、顔に肉つきやすいから今よりパンパンだし、最近は本当に写真撮られることがめっちゃ楽しくなって、無加工にも自信ついたので撮影依頼待ってます。宣伝。行ってみたい国は今はどこだろう。
ったことなくて行ってみたいのはタイです。タイのプーケットにめっちゃ行ってみたい。めっちゃ綺麗だし、普通に私めっちゃタイ料理好きなんですよ。何日タイ料理でも飽きないぐらい好きなんで。京香ちゃんから見た素敵な女性とは、私から見た素敵な女性は、自分の機嫌を自分で取れる、自分の気持ちに素直で正直、あとノーと言える人が素敵な女性な気がします。私はそれって結構弱い立場になっちゃうことが多いっていうか、ノーって言えない人が男性以上に多いと思うんですけど、ちゃんとノーと言えるのが強くて素敵な女性だと思います。あと自分の機嫌を自分で取れるっていうのは本当に大事だと思います。私は自分の機嫌を自分で取りたいときは音楽聴いたりスイーツ食べたりとかで自分の機嫌を取ってます。次は、何か失敗したときどうやって立ち直りますか。私は失敗したときはもう一回どん底までめっちゃ落ち込みます。もうこれ以上ないってぐらい落ち込んで、で落ち込むのに飽きたなって思ったら、なんか楽しいことしようって自然と自分から思い始められるから、それで立ち直るって感じです。だから落ち込むのに飽きるまでは立ち直らないですとことん落ち込むタイプ。失敗した時とかに落ち込まないように自分を奮い立たせて無理して頑張った方が、後からその時に蓋した感情が後から蘇ってきて、結構落ち込むのが長引く気がするんで、蓋してるだけなんで、飽きるまで落ち込んだ方が私はいいと思います。寂しいなって思ったんだけど、リボンつけたらキモいですか突然のサムネ撮影。京香ちゃんが人間関係において大切にしていることは何ですか。これは結構マジでよく質問箱にストーリーで返す時とかにも言ってるんですけど、本当に自分のことを大切にしてくれる人だけ大切にする。あと人への思いやりはもちろん持つけど、ここは自分を優先したいっていう時の程よい自分勝手さ、どっちも使い分けれるようにするのが大事だなって思います。なんか全方面に対して何に対してでも 100% 優しすぎると、優しいのが当たり前になっちゃって人から大切にされないし、この人なら何やっても大丈夫って思われちゃうから、言いたい時にはちゃんと言えるとか、程よい自分勝手さを持つようにしてます。次、強化マインドの本出してほしい。嬉しい。出せるぐらい全然ビッグじゃないんで今私が急に強化マインドの本出したら、お前どうしたってなるんで、飛躍できるように頑張ります。元彼何人ですか。これは今まで答えたことないんですけど、元彼は2人です。次、体型維持で大切にしていることは。これは一番大事なのはストレスをためない。これストレスで痩せちゃう人はいいんです。いいっていうか、別に不健康だけど一旦置いといて、私ってめっちゃストレスで太る人なんですね。ストレス溜まると過食に走っちゃうんですよ。絶対にもう食しか生きがいがないみたいな。だからダイエットしすぎてストレス溜まって、こんな頑張ってるのに痩せないじゃんって食べちゃったらまた意味がないから、ダイエットする時も追い込みすぎずに、自分を息抜きで全然スイーツとか食べていいと思うし、そんな別に食べなくても頑張れるかなって思ってる時はダイエットに励んだらいいし、その自分の感情と相談しながらストレスをためないようにするのが一番体型維持にいいと思います。京香ちゃんの好きなシャーペン知りたいな。おそろにして勉強頑張りたい、大好き。かわいい、頑張ろう。てかそのシャーペンもなんですけど、筆箱の中身教えてくださいってよく言われるんで、もう一緒に紹介しちゃいます。筆箱はもうめっちゃピンク。筆箱の中身はこういう感じです。ピンクのペン。で、シャーペンがよく使ってるのはクレトガだっけ？クレトガのこのベージュのやつと、なんだっけ、このここが持ち手がもちもちのやつ。これ一番好きです。めっちゃ可愛いの。キラキラ。ハサミもピンクで赤ペンもピンク。次。服選びが苦手なので、選ぶときに意識してることを教えてほしいです。私はいつも一つだけ主役のアイテムを決めてから、それに合わせてコーディネート組んでます。帽子とかトップスとかネックレスとか、絶対にこれ使いたいっていうのを一個決めてから、
コーディネートしていくのと、あとよくやるのはメインの色2色に差し色1色みたいな。でメインの色2色は相性がいい色とか同系色とか、それに正反対の色1色差し色とかで使ったりすると可愛いなって思います。次、京香ちゃんの恋人に求める条件は、1つはもうとにかく誠実、2つ目はもう私のことが大好きな人、3つ目は面白くて冗談が言える人、冗談が言えるっていうか冗談が通じる人、お互いに。私が結構おかしい気候が多いんですけど、結構私それも笑って包み込んでくれる人がいいですいるかなそんな人奥目です。写真撮るときに盛る方法を教えてほしいです。これは本当に私も奥目で悩んだので改善方法を言いますと、昼間だろうが夜だろうがフラッシュを焚いて撮る、もうこれにつきます。もう目に光を宿すんですよ、フラッシュで。奥目がなんで写真が盛れないかって、目に光が入りにくいからだと思うんですけど、私は昼間でもフラッシュを焚きます。得意科目は何ですか。数学、算数の時から、小学生の時から得意でした。算数とか、算数数学と国語、古典とか、古典もだし現代文、これも小学生の時から国語が一番得意でした。これはちょっと自慢なんですけど国語は小6の時に四谷大塚の模試で4万人規模の模試で全国1位でした。そう、これはもう一生語り継がれる私の武勇伝です。好きな動物、犬です。3匹飼ってました。今はその1匹今年亡くなってしまって2匹なんですけど、2匹飼ってますって言いたくなくて意地でも3匹飼ってました。マジで可愛いの、見てほしい。これ今写真を貼り付けている音、次、将来何したい。将来はやりたいことありすぎて何個叶うかわからないんですけど、今一番持ってるのは MV に出てみたいです。あとスタイルブック出してみたいです。写真集とかも出してみたいし、エッセイ本とかも出してみたいし、ブックを出したい、とりあえず。あとカラコンプロデュースとか、お洋服作ったりとか、スキンケア用品とかコスメとかプロデュースしてみたいです。なんか私みたいに結構もともとコンプレックスが多い人でも可愛くなれるようなコスメとかお洋服とかめっちゃ作ってみたいです。頑張ります、大きくなれるように。ってことで質問コーナー終わります。ありがとうございました。で、今後 YouTube の更新を継続して頑張るので、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、違うグッドボタンじゃない、なんだっけ、何を言えばいいんだ、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれたらめっちゃ嬉しいです。お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。